世界を舞台に活躍し、新たな価値を創造するグローバル人材の育成を加速させるため、創立130周年を迎える2017年に、新たな学部、学科が開設されます。今回は、文学部国際文化コミュニケーション学科を紹介していきましょう。国際化の急激な進展により、国や価値観の違いを超えて信頼関係を築くコミュニケーションの力が注目されています。求められるのは、日本の文化、世界の文化について深く理解をすること、そして相互の理解を促す言語スキルを身につけること。その2つの力を生かし、国際社会の中で求められるコミュニケーション能力を持つ人材を育成するため、東洋大学は文学部の英語コミュニケーション学科を発展させ、2017年に国際文化コミュニケーション学科を開設します。文学部国際文化コミュニケーション学科では、国や価値観の違いを超えて信頼関係を築けるコミュニケーション力を高めます。基本的な英語能力の習得に加え、英語、ドイツ語、フランス語、日本語の中から選択した言語の理解を高め、多言語スキルを身につけます。さらに選択した言語で文化研究を少人数で行い、複数の地域文化を比較することで文化間の共存について学びます。卒業後は、人と関わり人を育てる教育文化産業や、多文化多言語への対応が求められる公務員やグローバル産業、出版、報道など文化的コンテンツを伴う言語運用能力を必要とする業界での活躍が期待されます。